2021年5月27日木曜日の木村よしこの気になる銘柄です。今日のお話はこんなお話です。2021年5月27日木曜日の木村よしこの気になる銘柄です。ただいまの収録時刻は同日の8時22分となっております。ちょっと遅いですね。さて今日のテーマは外資投資ファンド資金統合にらみ日本上陸、麻生金融庁動く。コロナ騒動の陰でひっそりと改正金融商品取引法並びに改正銀行法が成立しました。先週のことですね。これが11月に施行されるんですよ。さあこれでどんな会社が影響を受けるか、このことを投資家として知っておきたいですね。ぜひ最後までお付き合いください。そして本日の動画構成はテーマ気になる銘柄1、気になる銘柄2という内容です。前後に久々にまたお顔出しご挨拶をさせていただきます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で再々お伝えしておりますように、来年4月4日から東証市場改革の実現、すなわちプレミアム、スタンダード、グロースというふうに分かれていきますね。今の東証一部銘柄であってもですね、必ずしもプレミアムに行けない、そんな展開が予想されるわけですが、地銀はどうなんでしょうか。東証一部の地銀株は、軒並み時価総額が低いんですよ。例えば、島根銀行、56億円、そして福島銀行、大東銀行、東北銀行、とてもプレミアムに行けるような体力がないんですね。今から表を作り替えてみますと、こんな状況なんです。上から島根銀行、福島銀行、大東銀行、東北銀行などは、プレミアムに行くには力不足、時価総額の点で、そのね、基準に達しないということですね。まあ当然ですね、東証一部はですね、こういう状況の会社が多かろうということで、ある一定の期間、猶予を設けるんですけれども、それにしても、今の状況じゃ、やばいじゃないですか。なので、統合の動きがいよいよ加速しそうなんですね。さて、合併統合を促進する法律が可決成立しまして、地銀同士のこの統合の動きが加速しつつありますので、この法律を押さえておきたいと思います。経営統合や合併に踏み切る地域金融機関の費用負担を軽減し、支援する資金交付制度を創設を柱とする改正金融機能法、機能強化法が5月19日参議院本会議で可決成立いたしました。これはですね、資金交付制度を設けて地銀や信用金庫の経営統合や合併で生じるシステム統合なのですね。こちらの費用を負担しようじゃないかという、そういう内容なんですね。費用全体の3分の1、30億円を上限として支給する仕組みなんですよ。金融庁や預金保険機構が施行までに詳細な条件を決定いたしまして、申請期限は2026年3月末です。銀行の業務範囲の規制や事業会社への出資制限を緩和する改正銀行法なども成立いたしました。改正金融機能強化法ではですね、経営統合や合併を行う地域金融機関に交付金を出す制度を盛り込んだ法律で、地域経済を支えるための金融機能の維持に向けた実施計画をですね、国に提出するんですね。そして認定を受けると、預金保険機構から統合合併費用の一部の交付を受けられるという仕組みですね。財源は同機構の余剰金を活用しまして、金融庁は計画の履行状況を原則5年間モニタリングします。そして、計画通り実行されない場合には、資金の返還を求めるというスキームです。さて、波及効果を考えてみましょう。地域活性化に取り組む非上場の事業企業への 100% 出資を可能としますので、事業再生やベンチャー企業への投資が活発化しそうですね。また、海外で実績のある投資ファンドの日本への参入手続きを簡素化しましたので、これで外資ファンドが乗り込んでくる可能性が高まりますよね。そして、改正金融商品取引法も同日成立し、改正銀行法とともに11月施行予定ですから、もう今から動きが加速化してくるものと思います。さて、プラス面、マイナス面を考えておきたいですね。まず、プラス面は、地域経済活性化に寄与するものと思われます。そして、
運営ノウハウがない地銀には過酷な条件かもしれませんよね。どうしましょうね。そうすると外資ファンドが地銀の株主になって物言う株主として経営陣に活を入れる可能性もあるかもしれませんね。物言う株主、地銀にとっては大変な存在となりそうですね。またスタートアップ企業へ外資が先回りにファンドとしてお金を投入し、そこに地銀の資金を誘導するケースもあり得ると思います。さて、私はこんなことを考えています。デジタル庁がこれに対してどういう働きをするのか、そして地銀を買い漁ってるとかねがね評判の SBI ホールディングス、なんか考えてんじゃないかということも視点の中にあります。また地銀統合のダークサイドにも目を向けておく必要があると思うんですね。設備投資させて統合の統合を目論んでいる、そういう存在があるのではないか。東京オリンピックで見てきた構造と似てるなぁと思うんですよ。東京オリンピックだってそうじゃないですか。散々設備投資させた挙句どうなってます？なんか人の金使っていろんなことして途中で儲けて最後はポイ捨て、そんなこともダークサイドとして見ておかなければいけないんじゃないかなと思います。そこで投資家として、気になる銘柄1、金融関係におきましてのデータ、地銀の勘定系のシステムにおいては NTT データが約4割のシェアを握っております。そこで今日の気になる銘柄1、9613 NTT データ、何回かご案内してますけど、これは押さえておきたいなと思いますね。そして気になる銘柄に DTS ですね。様々地銀関係のそういうソフト開発をしている会社がある中で、チャートの格好が比較的おとなしながらアップトレンドということで、DTS9682 を選んでみました。ぜひ地銀統合、また東京オリンピックで見てきたような構造にならないように、投資家としてしっかりと目配りして日本を応援していきたいですね。それでは、週末となりました。また来週いろいろな視点からこの気になる銘柄をお届けしてまいりたいと思います。良い週末をお過ごしください。この後ちょっぴりだけご挨拶します。さて、いかがだったでしょうか。6月は IPO が非常に多いので、そちらの方に資金が吸い上げられていく可能性も考慮したいですね。ぜひですね、微笑みとともに株高が終わっていかないように注意深く市場の動向を見守っていきたいと思っています。それではまた明日動画を公開したいと思いますので、ぜひ12時にチャンネルを合わせてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。また明日。皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますので、よかったらお願いいたします。それでは引き続きぜひ、この動画とお付き合いくださいね。また様々研究してお届けしてまいります。